はい、めげくんです、今回もアセットコルサコンペティオーネです。前回もね、マクラーレンの新車やったんですけど、その前の DLC で追加になった車両の、今日はポルシェ 992GT3R ですね。こちらの方を走らせてみたいと思います。こいつの試し乗りね、ポルシェってね、ちょっと難しいんですよ、メイ君。そもそも下手くそなんでね。RR だからなんですかね。ポルシェね、市販車もレーシングカーも一度も乗ったことない。もっともね、ここ20年くらい、メイ君 GTR しか乗ったことないんですよね。超安定志向の 4WD だったんで、RR の実車を一度もね、乗ったことないメイ君が、このゲーム乗って挙動が果たして正しいのかどうかなんて、わかるわけがないと。でもね、やっぱり他の車両はね、ちょっと他の車両とちょっと挙動はね違うので、それっぽくはなってるんでしょうね、きっとね。ということで、早速ぐるぐるっと見ていきたいと思います。もしね、買えるんだったらね、メグ君はね、緑のポルシェがいいなってずっと思ってましたけど、買わないんですよね。っていうか買えないんですけどね。はい。でこれもね、リバリーがね、いろいろありますね。ポルシェはね、採用するチームがやっぱ多いんで、リバリの数も多いですね。それだけレースで強いんでしょうね、ポルシェってね。ACC のポルシェの GT3 車両はね、全部で今3種類あるのかな。でこれがね、一番古いタイプで 991GT3R ですね。現行の991の前期型ってやつなんですかね。でその後が991のマイナー版で、991の2.2 とかってやつですかね。これがね、25種類もリバリーあるんですよね。本当もう見んの大変ですよね。こんなにチームいっぱいあるんですね。ワンメイクかっていうぐらいありますね。でポルシェって言えばね、ドイツ製なんで、今回のコースは、ニュルのグランプリコースですね。こちらの方でやっていきたいと思います。いつも通り10分で20台のレースです。最後まで見てってね。Stay double file.
Thank you.
様でした。無事に10分のレース走り切りました。やっぱりね、普段乗らない車両っていうか、まあ、あるある難しいですね。まあ、メイ君には難しい、まあ、下手なだけなんですけどね。まあ、ニュルのグランプリコースとかも久しぶりに走りましたね。なんかあんまりやる時間ないんで、走りやすいコースばっかり選んじゃうんで、まあ、なかなか他のコース走ることがないんですけど、まあ、やっぱりね、たまには他のコース走った方が面白いですね。はい。でね、メイ君こういう動画作るのってね、最近通勤時間がやたら長くなって、しかも電車になったんですよ。なんで電車の中でこれ iPhone で AirPods Pro で聞くのがすごく好きなんですよね。空間オーディオってやつで、こういう車の走行音を聞くと結構いい感じで本物っぽく聞こえるんですよね。なんでパソコンとかテレビとかで YouTube 再生するように、 iPad とか iPhone で耳に入れて聞くと、すごくこの空間オーディオっていうのが生きるなっていう気がします。まあ別にメゲ君空間オーディオっていうか 3D の音源で撮ってるわけじゃないんですけど、まあ、勝手にiPhone とか iPad が変換してくれるんでしょうね。すごくいい感じなんですよね。画面を対して右向いたり左向いたりするとね、右から聞こえたり左から聞こえたりね、いろいろするんですよね。テーブルに置いてちょっと見下す感じで聞くと、なんとなく乗ってる位置からこうエンジン音が聞こえてくるような気がしたりします。まあ電車の中暇なんでね、まあ、こういう動画見て暇つぶしてるだけの動画なんで、皆さんにも見ていただけたら嬉しいなっていうことで作ってます。はい、ということでクーリングラップも終わって無事にピットに戻ってきました。まあいいですね、ポルシェもね。なんか昔のポルシェからしたら相当でっかくなりましたけど、やっぱりね、最新のポルシェが最良であるんでしょうね、きっとね。一回も本当に乗ったことないから全然わかんないですけど、一回ぐらい乗る機会あるかなってずっと思ってきたんですけど、まあ結局一度も乗ることはなく終わりそうですね。最後も結局また GTR 買っちゃったんで、まああれで終わりでしょうね。うん、ということで、もうゲームだけで楽しむことにします。まあ、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。